筋肉をこんなガリガリな状態でも筋肉つけれるかっていうのを試したいのと、ムキムキになるってこと。そう、あ、結構じゃあ結構ガチでやる、本気で頑張るやつやんな。ガチでやる。はい、ビヨンドジム錦糸商店にやってまいりました。おい、俺だけ働いてるやん。働きやん。こうやって腰のトレーニングやかな、こういう。そのトレーニングないからね。ほんで今日何すんの。なんか、今までの先生の中で一番犬っぽい。何犬っぽいって何。え、なんか可愛くない、一番。え、俺のタイプみたいな。いやいや、そんな分からへん。タイプかどうかちょっと分からんけど、いや、一番犬っぽくて可愛いと思うで。犬って何やねん。な、名前なんていうの。え、名前。うん、ハニーちゃん。ハニーちゃん。嘘。お名前は何ですか。あ、僕は今錦糸商店でトレーナーしてる今井義人と申します。今井ちゃん、はい、今井でお願いします。今井くんだ。今井ちゃん、今井ちゃんよ。今井ちゃんで。おいくつですか。22です。あ、若い、ちょうどね。え、かきにじゃねえか。ちょうどいい年頃ですよ。流れが飛んだわ。流れが飛んだわ今。え、でも何、間違ったことやりがちですか、結構。そうですね、基本的に僕もジムに、他のジムでトレーニングしたりするときに、うん、あ、まあ、ここのポイントだったらもうちょっと良くなるのになっていうトレーニングの方法とか、うん、あとはテレビでちょっと間違った情報が流れている食生活とか食事のリズムとかに関しては結構思うところありますね。22歳なのにしっかりしてるわ。なんか、じゃあ、そのなんか間違ったその筋トレをすることによってのなんかデメリット?うん、基本的にはそうですね、トレーニングにしても食事にしてもやっぱり間違ったものを続けてしまうと結局時間がちょっと無駄になっちゃう、まあ、多く時間かかってしまうっていうのもありますし、トレーニング方法とかだと結局トレーニングフォームの問題で間違って続けていくと、結局その肥大させたい部分とか綺麗にさせたい部分、引き締めたい部分っていうのが、まあ締まりが悪くなっちゃうっていうところから結構効率が悪くなっちゃうっていうのが一番ですかね。え、じゃあ質問。はい。なんかよく筋トレをしてたら、なんか俺すごい苦手なタイプなんだけど、こう筋トレをしてると遠くの方とかで、あーってすごい声を出してやる人がいるんですよ。自分は絶対声、どんなにも死にそうになっても声出さへんタイプなんですけど、それはどっちが正しいですか。そうですね、声を出すところに関しては、例えば僕自身も、まあ、このぐらい結構重めな重量になってくるとさすがに声出ますけど、たまにあの不要に声のボリュームが大きすぎる人もいるんで、で大体そういう人にかけたらすごい軽い重量です。そうなの、そうなのよ。なんかっていう、俺何かなって思ってね、はい、やってんのに俺より軽そうなの持ってんねん意外と。いや、ジム行った時にすごいな。あっちこちからなんか最大限なんか声が出過ぎてる人も多くいらっしゃるので、うんうん、それはまあ真似して自分がうっかり出ちゃうじゃなくて、出ちゃうっていう以外はやらしいから。はい、それでは教えてもらいましょう。はい、まずは筋トレ始めることにあたって最初に外人か外人かお前は、ほんまに効果の出にくいトレーニングってあったりするのかなと思って、うん、はい、なるほど。まあそれはさっき最初にちょっと話してた、あの声がめっちゃ出る人についてつながってくるんです。そう、結構そういう人たちが重い重量を無理にこう上げたくてやってるとか自己満の中でやってるっていうと、大体見受けられるのがその1個の部分、例えば胸を鍛えたい場合の胸がこう動いてる時間が圧倒的に少ないんですね。例えば重いベンチプレスをやって、まあ、周りから注目されたりとか自分で上げた気になりたいなんて場合だったら、まあ、たまにおじさんでいるんですけど、こうやってこう短い可動域で上げてるだけとかっていうのがあります。それだけで結局、胸の筋肉で上げてるよりかはただの関節と関節のつながりで押してるので、なるほど、実際は胸に効いてない。あ、なんか見たことあります。多分何人かいらっしゃると思うんですね。あ、そうですね、細かい動作をするだから、そうですね。これなんか再現とかした方がいいんじゃない。あ、そうね、それで見せようか。どんな感じか見たら、はい、そしたら何か一種目紹介していきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ一回ベンチプレスのフォームをやってみたいと思います、はい、じゃあちょっとわざと間違ったフォームで大げさにやってみるので、ちょっとどこが間違ってるのかっていうのを
ここちょっと考察してみてください。はい、いきますね。ちょっと10回ほどいきます。息してへんねやろ。息してへんねや。お腹動いてないの。何を育てんの。はい、こんな感じです。一応3点じゃ。3個ある。今やった中で3点パッと思いつくんで。3点。いやでも真面目にいくと、息してへんのかなっていうのと、世界スマート1つ、そうっていうのと、このなんていうの、背中を、ちょっとなんていうの、肩でいくみたいな。ああ、そうですね。はい、まさに。あと当てた。あと今、あと一つですね。あ、当てたかもしれない。何当てた。いいよ、じゃあ言って。下げるのをなんか遅く下げないといけない。あ、そうですね、そういうことです。あ、よかった。今上げさせてもらいましたので、じゃあ、実際に答え合わせを実際にやってみながら答え合わせしていきます。まず呼吸ですね。このベンチプレスの場合はまず、しっかり肩甲骨を寄せてフォームを作ってあげるっていうのがまず第一ですね。でその後呼吸の問題です。下ろしてあげるときに息を吸っていきます。でグッと力が入るところでは力んでしまうと頭にかなり血管が走るんで、しっかり息をふーっと吐きながら押す。でここから最後、僕が一番言いたかったのはこの肘を伸ばしきってしまう。あとはフォームが安定しなくて肩が伸びてしまうと、最初に言ったように肩に負荷が乗ってしまうんですね、一時的に。なので胸にこれは効かせたいトレーニングとしてやってるんであれば、正解は吸ってここから負荷が抜けないところで止めてあげる。なので胸にずっと動いている時間っていうのが1秒でも長いように決めていきます。これを繰り返していくと、こんな感じで常に負荷を繰り返すという形で、1回も胸に、胸から負荷が抜けないような状態のプレスが、一番効率的かなと、ボディメイクにはっていうことですけどね。はい、こんな感じが、ベンチプレスでよく見るもったいないところですね。だからここを改善してもらったりとか、あとは肩甲自体もさっきみたいにしっかり下ろして大きく息を吸ってから上げる。挙上は早く、下ろすのはゆっくりっていう形で基本的に指導してますね。いやすごい、なんか分かりにくいよね。自分でね、なかなか分からなくなることがあるからな。手をまっすぐ伸ばしてください。ぐーっと伸ばしきります。そう、はい、まずこれでじゃあ5回やってみましょう。これはまず間違ったフォームですね。肘が伸びきってしまう。そう、あと2回やってみます。これバツよ、バツ。あと胸に当ててそのバウンドによって上げるのも禁止やで。そんなにいいや。バウンドすることにいいよ。じゃ次はちょっと僕が指定する範囲で、はい、ちょっと手首とか、肘の位置変えていくので、その状態で、5回またやってみましょう。はい、ではここから大きく息を吸いながらゆっくり下ろしていきます。で肘の位置もちょっと揺らしていきます。でここからここまでいきます。1で下ろしてきてここまで、そう、2大きく息吸って、3、はい、あと2回いきます。ちょっと一瞬先生の顔見たい。はい、ラスト。なんで見たん、一瞬。どう、はい、よき。こっちの方が負荷は抜けないので、先生がいけないんだね。きついかな。いや、きついです。そう、全然違うと思います。これきつい。あの、なんか伸ばしきるとなんか力があまり入ってないから、ずっと取れる状態だから、やっぱここにも伸びがかかってると、伸びる。そうですね、しっかりストレッチをして最後まで、ちょっと開いた方が。これ M サイズってここにも書いてまうんやなって。なんか珍しいな。でもここにあんま見ひんやん、こんなんな。いや、これ取らなあかんやつ。取らなあかんかと思ってびっくりした今。あ、取らなきゃいけないですね。え、取らなあかんの、これ。これ取らなあかん。あ、そう。あ、本当にデザイン。レンタルしてるんじゃないのこれ。じゃあ、え、どういうこと。自分で買ったんじゃないのこれ。これ自分で買ったじゃあ、それ忘れですけど、何だろう。アホか。では食事が今最重要だってお話をしたんですけど、僕の中ではトレーニング3割で食事7割でボディメイクもかなり成功してくるのかなと思います。食生活してて、なんかここら辺どうなんですかとかっていうのがあれば、なんかほら炭水化物はもう抜きましょうみたいなね、言われるよね。よくなんかね、その炭水化物、糖質ゼロにした方がいいみたいな。そうね、なんか糖質ゼロの商品とか、これが欲しかったんじゃない。まあそうですね、ほら欲しいやつを出すな。欲しいやつ出すな。ごめんなさい。はい、
ということで、まあ、糖質についてですね、まず最初のテーマとして、糖質を、まあ、取った方がいいのか取らない方がいいのかっていうところになってくるんですけど、結局糖質っていうのは人間の体の中の、まあ、エネルギー源の一つです。まあ、糖質だったり水だったりっていうのをやっぱりこうダイエットしたりボディメイクしたい人たちで、まあ、体重を増やしたい人はまた別なんですけれども、うん、基本的に減量するとかダイエットするってなった場合、まあ、なぜかみんな口に物を入れる回数を少なくすれば痩せるっていう考えの方が非常に多いのかなと思ってて、うんうん、確かに。で、特に糖質とかも糖質ゼロ麺が今流行ってたりとか、うん、まあ、寒天ゼリーが多く市場に出てきたり、うん、なんていうのがかなりあるんですけど、結局あのうちでもプロテインの販売とか、まあ、してますけど、うん、結局咀嚼するまず噛むっていうことが食事の上では一番大事なの、はい、大事になってきます。なんや、でもさ、噛むんやったらビーフジャーキーとかばっか食ってたらいいとか、なんか、その、肉とか食べたら噛めるしとかって思うから、魚ばっかりとか肉魚だけとか、なんかそれだったらいいんじゃないですか。基本的に肉と魚ってなると、まあ、取れる栄養素がタンパク質、プロテインですね、タンパク質と脂質、ファットになります。そうするとさっき最初に言った、炭水化物のエネルギー源っていう方がなくなってしまうので、トレーニング中に力が出なかったり、さっき言ったあのやっぱり効率化、トレーニングを効率化させるにはやはり最大の出力を短時間で常に筋肉に与え続けるというところになってきます。だから燃料がないと力入れれへんから、こう出せる力が出せんくて、その分筋肉もつかへんから、タンパク質取るだけだと無駄になっちゃう。 そうです、ね、それでハーってやっぱできる方がええねや、うん、ちょっとだから大丈夫ですかね。そうそうそう、やっぱり間違ったトレーニングをしてしまうと、ね、時間が無駄やな、時間を無駄にしてしまう。だからあのやっぱり誰かに教えてもらうとか、ちゃんとしたやり方を勉強してマスターしてやり始めるのが効果的にやってもらえる。いやいや、マスターはあんまり発音良くないんやなって感じ。マスターしてマスターして、まあ、効果的なトレーニングをあの覚えてもらいたいよね。そうね、ということで、ということで、ビヨンドジム錦糸商店、あと池袋店、私たちピロシキーズが今行ってますので、皆さんももし気になる方がいればですね、概要欄に詳細を載せておりますので、ね、なんかわからんで、ね、なんかお得感あるかもしれんけど、ピロシキーズ見てますとかっていうちょっとワードを言ってみると、ね、こんなイケメンな先生からなんか、そう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 ね、なんかもらえるかもしれない、乳首ぐらい見せてくれるかも。お願いします。ピロシキーズ見てるんやったら乳首を見せよう。